こんにちは。こんにちは。あなたの名前は何ですか？私の名前はエリです。あなたのお名前は何と言いますか？佐藤です。あなたの名前は佐藤さんで間違いないですね。はい。わかりました。西大寺に行きたいんだけど。近鉄大和西大寺駅北口行きシャトルバス乗り場はこの建物を出て100メートルほど北に行ったところにあります。大極殿はどこ？第1次大極殿は体験学習広場を出て西に行った先にありますよ。ありがとう。こちらこそありがとうございました。これから大極殿行くんですけれど、どのようにして行ったらいいでしょうか？今何で言いましたか？大黒にしていったらいいでしょうか？今日はどういうふうに第一次大黒殿は体験学習広場を出て西に行った先にありますよ。はい、ありがとうございます。これからまた楽しみに行ってきます。さようなら。こちらこそ。あれ、もう一度。さようなら。またお越しくださいね。会場の見どころを教えてください。千徳寺には交流広場にとが会えるかもしれませんよ。千徳寺がおすすめなんですね。どこから来たんですか？私は株式会社心で生まれ奈良先端大で育てられました。あなたはどこ出身ですか？奈良市出身です。奈良市出身はどんな場所ですか？近くの西大寺というところです。近鉄大和西大寺駅北口行きシャトルバス乗り場はこの建物の中で100メートルほど北に行ったところにあるのか、あるよね。ここはどういう意味ですか？千徳君はどこ？千徳どこにあるんだ？千徳君は交流広場に行けば会えるかもしれませんね。お手洗いは？カーボーツアーセンターは宮古通りを南に下って、お手洗いはこの建物を出て東にありますよ。えらい、えらいですね。えらいですね。今はフルチャイムがあなたになってなるとはどういう意味ですか？